ブラバムは1962年から1992年まで存在したレーシングチームコンストラクターである。会一を中心に活動し、フェラーリやロータス同様、名門チームの一つに数えられていた。マシンのシャー氏名に付けられていた BT は、ジャック・ブラバムと共同創設者、ロン・トーラナックの頭文字から取られたものである。 ジャック・ブラバム1959年1960年の F1 チャンピオンに輝いたジャック・ブラバムがクーパーから独立。同郷のマネージャー兼マシンデザイナーロン・トーラナックと共に1962年にモーターレーシングディベロップメントを設立し競技用スポーツカーやフォーミュラカーの製造・販売を始めた。当初はマシンに社名を略した MRD と付けたが すぐに、ブラバムを用いるようになった。ブラバム発の F1 マシン、BT3 回1には1962年開幕戦、オランダ GP より、ブラバムレーシングオーガニゼーションとして参戦。当初は、ロータスの両販マシンで出走し、ドイツ GP から自製の BT3 を投入した。参戦三年目の百六十四年、フランス GP において、ダンガーニーが、 チームに初優勝をもたらした。BT201966 年は、レギュレーションの変更により、エンジン排気量の制限が1.5リッターから3リッターになる。多くのチームが苦戦する中、ブラバムは信頼性の高いレプコエンジンを選択したことが的中。ジャック・ブラバムが4勝を挙げ、自身3度目のチャンピオンに輝く。これは、会一史上、自身の設立したチームで、 ドライバーズチャンピオンを獲得した唯一の例である。翌1967年、今度はチームメイトのデニス・ハルムがチャンピオンに輝く。どちらの年もコンストラクターズタイトルを獲得しており、2年連続の2冠を達成することとなった。1969年には市販化されたフォードコスワース DFV エンジンにスイッチし、ジャッキー X の活躍でコンストラクターズ2位となった。 また、この時期ブラバムは、会一以外のカテゴリーでも活躍していた。当時会一と、掛け持ちで参戦するドライバーが多数を占めた、会二においても、1966年に、ホンダエンジンを搭載したマシンで、ジャック・ブラバム、デニス・ハルムの二人の手により、開幕11連勝を達成。最終戦では、ジャック・ブラバムが2位となり惜しくもシーズン全勝は逃す、ものの、圧倒的な、 強さを見せた。ただし最終戦では、ジャック・ブラバムは、理由も示さずに予選を欠場したため規定により、最高微スタートとなっており、このため、業界内での余計な圧力を避けるためにわざと、勝たなかったと語られることがある。ブラバムのシャーシは日本にも輸出され、創世期の国内四輪レース界に影響を与えた。国産初のプロトタイプレーシングカーである、日産。 R380 は BT-8A を参考に開発された。また、鈴鹿サーキットが大量購入したブラバム製フォーミュラマシンがプライベーターに放出され、日本のフォーミュラレース振興に貢献している。BT-46 バイトジャックブラバムは1970年に引退し、トーラナックにチームを任せ帰国するが、ヨッヘンリンとのマネージャーだった実業家。 バーニー・エクレストンがチームを買収し、1972年より、新オーナーとなる。チーフデザイナー、ゴードン・マレーの個性的なマシンが、徐々に戦闘力を発揮し、1975年には、カルロス・ロイテマンとカルロス・パーチェの南米コンビで、フェラーリに次ぐ、コンストラクターズ2位に浮上した。エクレストン体制では両販モデルの製造を止め、会一のみに活動を絞った。 また、マルティニア、パルマラットの支援、アルファロメオエンジンの獲得など、イタリアカラーが混じるようになった。しかし、1976年からスイッチした、アルファロメオエンジンの過大な燃料消費等に悩まされ、成績はしばし低迷する。1978年には、表面冷却構造のマシンに興味を示した前、年度のチャンピオンにキラウだを迎え、 ファンカーとして知られる BT46 バイトで勝利を挙げたものの一戦のみで使用禁止となった。ネルソン・ピケが乗る BT49C1979 年シーズン終盤にラウダが引退したことを受け新加入のネルソン・ピケが AS に昇格する。またエンジンもアルファ・ロメオを諦めフォードコスワース DFV エンジンに戻った。ピケは 翌1980年のアメリカ西 GP で初優勝を挙げると一気に才能を開花させ、ウィリアムズのアラン・ジョーンズとチャンピオン争いを繰り広げた。この年はランキング2位に終わったが、翌1981年はカルロス・ロイテマムを破って初のドライバーズチャンピオンに輝いた。1982年からは BMW のターボエンジンの供給を受ける。この年は、 初期不良に苦しんだが、レース中に燃料給油、タイヤ交換を行うピット作戦を会一に持ち込んだ。1983年には、アローシェイプをまとった BT52 をドライブしたピケがアランプロストを下して再びチャンピオンとなり、ブラバムで二度王座についた唯一のドライバーとなった。ネルソンピケが乗る BT53、BT54 その後は、 熾烈なターボ開発競争の中、予選こそ構想するものの、レースでは勝利に届かない状況となる。1986年には、挽回を起きし、BMW エンジンを傾けて搭載することで、空力の向上を狙った BT55 を投入したが、当時としては、革新的すぎるコンセプトゆえに、マシンの熟成に苦しみ、最高位6位2回に終わった。シーズン中盤には、 ピケの後任でもあるエリオデアンジェリスがポールリカールでのテスト中に自己死し悲劇のマシンになってしまった。その後、エクレストンは会議製造者協会会長職に専念し、マレーの離脱でチームは弱体化する。1987年はリカルド・パトレーゼとアンドレアでチェザリスの活躍もあり、数回入賞するなどまずまずの成績を収めたものの、 1988年は資金難で1年間活動を休止。エクレストンは新しいプロカー選手権を立ち上げるためチームをアルファロメオに売却した。しかし、プロカーシリーズの立ち上げは頓挫し、チームは新オーナー、弱きム・ルーティーの手に渡った。1989年はメインスポンサーがつかないまま会位に復帰。セルジオリンランドの手による ニューカー BT58 は、前年度に、理事が使用した中古のジャット V8 エンジンを搭載する。ものの、ピレリタイヤの特性にも助けられ、予備予選組みながら、モナコ GP で、ステファノ・モデナが3位表彰台を獲得し、マーティン・ブランドルもモナコ GP、イタリア GP、日本、GP で、それぞれ5位に1回、6位に2回入賞した。しかし、ルーティーが、脱税容疑で逮捕され、 チームは存続の危機に陥る。1990年より、リライアントシミター GT の生産や、クラシックカー収集などで知られていた、日本人実業家の中内康氏が引き、国際会参戦に参戦していた、ミドルブリッジレーシングが、チーム運営に当たった。レイトンハウス、フットワーク、ラルースに続く、日本人、オーナーチームとなり、以後は、イタリーや、カルビー、 オートバックス、住友会場火災、三越、マドラス、ヤマゼンなどの日本企業がスポンサーとなった。ドライバーとして創始者の三男デビッド・ブラバムが F1 デビューしたが成績は振るわず、モデナがアメリカ GP で5位、入賞1回を記録するにとどまった。1991年にはヤマハ V12 エンジンを獲得したが、前半は予選落ちを喫した。 しかし後半になるにつれ性能が上がり、最終的には新人マーク・ブランデルがベルディ GP で6位1ポイント、2年ぶり復帰のブランドルが日本 GP で5位2ポイントと計3ポイント獲得。ヤマハとブラバムは良好な関係を築いていたため、一時はヤマハがブラバムをチームごと買い取る話も浮上するが、オーナーの中内が難色を示し、関係は1年で解消となった。 また、バブル景気の崩壊と、後述の中谷昭彦の参戦白手化が影響して、このシーズン限りで、多くの日本企業のスポンサーが撤退した。また中内康氏は、自身が運営する、ミドルブリ GF3000 チームの活動を優先させ、ブラバムにはほとんど力を入れていなかったという説も、あった。BT60 バイト1992年には、 当時全日本海参前選手権で活躍していた中谷昭彦の起用を発表したものの中谷に対し国際自動車連盟がスーパーライセンスの発給を認めなかったため代役にジョバンナ・アマティを起用した。会一史上5人目の女性ドライバーの参戦とあって話題にはなったがアマティは参戦した参戦すべてで予選普通化に終わりまた契約不履行で解雇となった。その後は アマティの後釜として加入したデーモンヒルの名前つながりでデーモン小暮率いる世紀末がスポンサーにつくなどなりふりが回る姿勢で参戦を継続した。しかし日本のバブル景気の終焉で資金難に陥りミドルブリッジレーシングの資金も枯渇しいよいよ深刻となった資金難に伴いヒルノみが参戦したハンガリー GP を最後に会一から撤退した。 別のオーナーによる1993年の復帰を、帰とするも叶わず、結局そのままチームは消滅した。93年参戦用として、リンランドが設計していた、ブラバム BT61 は開発中止となり、リンランドはフォンドメタル A 席。BT61 の設計が転用される形で、フォンドメタルグレーン02となった。ブラバムの名は、 しばらく会位から遠ざかっていたが、2009年に再び聞かれることとなった。翌年の参戦可能台数が一挙に6台、3チーム分増加したため、その枠を狙い新チームとなるべく申請した15の候補の一つが、ブラバムグランプリだった。しかし申請したのは、ドイツのツール設計、製造会社ホームテックで2008年撤退の スーパーアグリカイチームの固定資産を買収していた。チーム代表はフランツ・ヒルマー。つまり1992年まで参戦していたブラバムとの関係はない。FIA による審査の結果、参戦が認められることはなく、プロジェクトは終わった。ウェストロンドンのチェシントンにあるブラバムの旧ファクトリーは2007年よりイギリス海産の名門カーリンモータースポーツが 使用している。2013年、創設者の三男であるデビットが、ブラバムの名称を使用する権利を獲得。復活プロジェクトとして、2015年から、世界耐久選手権の LMP2 クラス、2018年からは、コンストラクターとして、LMP1 クラスへの参戦を目標とすることを発表したが、実現はできなかった。デビットは、 ブラバム創立70周年にあたる2018年にスーパーカーのビルダーであるブラバムオートモーティブをオーストラリアで設立し同年にサーキット走行専用車であるブラバム BT62 を70台限定で製造販売した2019年1月オーストラリアで開催されているバサースト12時間耐久レースの会場にハイパーカー BT62 が持ち込まれ デモ走行が行われた。バーニー・エクレストン時代のブラバムのシンボルマーク、ヒッシングシドは、頭が、ライオン、銅が、コブラ、尾が、サソリという架空の怪物だった。1981年のシーズンオフにエクレストンと、マネージャーのハービー・ブラッシュ、デザイナーのゴードン・マーレーらが、ロンドンの行きつけのパブで、何かインパクトのある、シンボルマークをマシンにつけようと話し合い、このマークが生まれた。 名前の、ヒッシングシドは当時シルバーストンサーキットにいた、口うるさい有名なコースマーシャルの、シドという人物からついたとも言われている。ありがとうございます。